が、え、なんであんな風になっちゃうの、良くなるのって言ってくれたその一言がもう嬉しすぎて、本当にこう涙出てくるんですよ。そういう仕事をできてるっていうところが本当に今嬉しくて感謝してます。はい、東洋ハリキュー整骨院院長の石森です。今日はですね、まあ、うちでですね、働いていただいてる、まあ、鍼灸師のですね、先生に、少しお話を聞いてみたいと思います。ではお願いします。お願いします。まあ、ゴミ先生ってね、言うんですが、ゴミ先生はですね、まあ、どうしてもともとそもそも鍼灸師にですね、はい、なろうと思ったんでしょうか。はい、私は18歳の時に、自衛官、航空自衛隊に入隊しまして、そこで8年間勤務をしていました。で、勤務をして5、6年くらい経った時に、自分はこのまま自衛官として定年まで勤務していて、人生何かこう悔いが残らないかっていうのを考え始めたんですね。で、どうしてかっていうと、もともと人の役に立ちたくて、こう誰かを守りたい、国を守りたいっていう気持ちで自衛隊に入ったんですけど、私の業務内容が飛行機の整備の方のお仕事だったので、実際に人に何かするとか、こう助けるっていうところがあんまり実感が湧いてなかったんです。なので、こう対物で仕事をしてたんですけど、やっぱり私は人に対して何かをしたい、困ってる人を助けたいっていう気持ちで入ったので、このままだと多分後悔するなって思い始めたんです。で、そこからあるきっかけで鍼灸師っていうのを知って、鍼灸師ってどんな感じなんだろうって調べていったところ、 YouTube で石丸先生がヒットしまして、で、自衛官として自衛隊で勤務しながら仕事終わった後にずっと東洋ハリキュー整骨院の YouTube を見ていました。で、そこからまず自分が健康じゃないといけないなと思って、自分の健康に気をつけ始めて、2年かかって自衛隊を、まあ、除隊、結果的に除隊することになって、そこから鍼灸学生としての3年間がスタートしました。なので、まあ、大きな理由としては、身近な人、国というよりも身近な人を助けたい、人の役に立ちたいっていう気持ちが強くなりすぎて鍼灸師になりました。まあ、それでは、その後ね、まあ、僕がね、やってる針のね、まあ、塾があるんですけど、まあ、そこでね、まあ、3年間しっかり勉強されて、で、まあ、今現在ね、まあ、うちの治療院で、その、まあ、世のため人のためにですね、まあ、一生懸命頑張っておられるんですけど、まあ、実際こう働いてみてですね、もともと想像してたことと、まあ、実際入ってみたことと、で、まあ、いろいろ感じることあったらですね、ちょっと言ってもらったらと思うんですが、はい、まあ、本当のことだけ。はい、もともと東洋ハリキュー整骨院で働きたいってもう自衛隊のその動画を見てた時から思っていたので、そこにどうやったら働けるかっていうところがまずもう学生始まる前から私の中ではあったので、まあ憧れの場所というか、憧れの先生と憧れの場所で仕事をしたい、そのためにまあ学校生活も送っていたし、2年生の時に思春塾という塾が始まったので、あ、ここに入ってまずここでやっている治療の基礎を学んで、その先に何があるかなっていうところを学生生活の間に考えた時に、塾で学べない何か、ここで起きていること、実際に町田本院でなんでこんなに大きくなったのか、なんでこんなこうどんどん 人が治って困っている人が助けられて、で、治療院としてもどんどん広がっていくっていうところに、その本院に何があるのかっていうのをすごく気になり始めて、石丸先生に本院で働きたいですっていうのを、強く希望したんですね。で、実際に働くことができて、最初に思ったのが想像以上だなって思ったんですよ。石丸先生が指針塾だったりとか YouTube で発言していることを実際に患者さんにも常に全力で、本当にご自身でもおっしゃってるんですけど、町田駅に聞こえるように言ってるそれ本当に本当にそうだなって思いました。患者さんに嘘つかない、なんですか、モヤモヤした気持ちで治療しないっていうところが本当にこうできる治療院だなっていうのを感じました。なるほどね。まあ、今町田駅って、まあ、冗談でね、まあ、患者さんにいろいろ説明するんですけど、もう町田駅にね、まあ、聞こえるぐらいと
町田駅の駅長に、響くぐらいね、まあ、全力でやってると、まあ、いうようなことをね今言ってましたけど、まあ私もね、結構こう、まあ、正義感が結構強いんですよ。それでね、まあ、やってる感じっすよね。だから、まあ、自分がここの治療院に通ったら嫌だなと思うことはしないようにしてますよね。それがまあよく言うんですけど、まあ、治療院の利益のためだけに回数券を売るとかね、本当はいらないのに、まあ、この患者さんにとっていらないのにサプリメントを売りつけるとかね、なんか健康器具を売りつける、それは治療院の利益のため、ね、今そういうとこ多いんでね。だから僕はまあそれって本当に私はもう20年前からね、まあ、鍼灸業界にいますが、まあ、昔はそんな人いなかったんですよ。でもここね5年ぐらいだとちょっとそういうね、まあ恥ずかしい人がね、まあ、増えてきましたけど、まあでもねそういうところで働いてた従業員の子が、まあ、今うちでね働いてますけど、ものすごく嫌だったって言うんですよ。その回数券売れ回数券売れとかね、出勤したら今日はこの人とこの人とこの人に回数券売れとね、もう指定されるって言うんですよ。でその人に売れなかったら君営業力ないんだねって言われたって言うんですよ。何それみたいな、何それ、いや鍼灸師営業マンちゃうから。私ももう院長がこういう気持ちでやってるっていうのをもう心に刻んでいるので、私もホームページのプロフィールに書いてあるんですけど、家族を思う気持ちで見させていただきますと書いています。でこれ常に心がけていて、私おばあちゃんがいたんですけど、専門学校の2年生の時に亡くなってしまったんですね。まあ、自衛隊にから学生にまたなるって言った時に、まあ、応援してるよって言ってくれて、で、まあ、やっぱり体いろんなところが痛かったんで、まあ、勇気が鍼灸師になったら私も針打ってほしいなってずっと言われてたんですよ。で、うん、待っててねって言ってたんですけど、まあ、結局鍼灸師になる前に亡くなってしまって、でそれが叶わなかったんですね。でそれも結構私の中では大事にしてて、なのでまあそのおばあちゃんに針できなかったけど、例えばおばあちゃんと同じぐらいの年の患者さんが来た時にもう自分のおばあちゃんだと思って治療する。そうすれば嘘ついて絶対治療しないし、もう本気で治ってほしいからもう気持ち込めてやるんですね。でそれはたまたまおばあちゃんの年齢だったらおばあちゃんにかぶせて治療する、同い年ぐらいだったら友達が困ってると思って全力で注ぎます。もうそれは自分の身近な大事な人にかぶせながら治療して、だからこそ嘘をつきたくないんで、思っていることだったり伝えたいことをその人が理解してくれるように伝えるようにはしています。そういう気持ちは絶対これからも曲げたくないですし、それが曲がってしまうような自分、まあ今だけ金だけ自分だけ、これがちょっとでもこう濁ってきたら自分は多分もうこの仕事できないな、自分もそこは絶対に曲げたくないので、曲げなくてもちゃんと治療家として働くことができる治療院であるなと思っているので、まあ、この環境とこの場所があることに日々感謝して治療させていただいております。ええ話はねでもまあこれほんまなんですよ、はい、ね、まあほんまなんですよ。私もですね、鍼灸の免許を取った時ね、私もまあ合計ね8年ぐらい勉強会行きましたけどね、鍼灸、まあ、で就職先がないんですよ。鍼灸師としてはあるんですよ、マッサージやったり整体やったり福祉で働いたりね、整形外で働いたり、でもまあ蓋を開けるとね、鍼をやらせてもらえないんですよ。で今も現状変わってないです、20年経っても変わってない。で私はですね、もうこれはもう自分でやるしかないんだと思って、いろいろストーリーがあって、まあ、自分でやり始めたんですよ。でまあ今ね、ゴミ君が、ゴミ先生が、まあ、そういう環境があって感謝してますっていうのはですね、まあ、これは本当に、まあ、自分で言うのもなんですが、そうなんですよ。本当にね、まあ、うちの治療院なんかはね、北海道からわざわざ来てうちで働いてる子もいますし、福岡からですね今度来て働く人もいるしね、岐阜県からわざわざ来てとかね、いろんなところから引っ越ししてくるんですね。最近も名古屋からわざわざ引っ越ししてきて、これなぜ引っ越してくるかというと、ないんですよ鍼灸専門で、本当にこう綺麗な気持ちでやってる、まあ他のところもあるかもしれないですけど、まあ鍼灸専門でやってるところはないんですよ。
だからまあわざわざ来ると。だからまあそういう精鋭部隊なんで、まあ、ものすごくですね、私はまああのこの治療院はよく言うんですけど、もう誰にもどこにも絶対負けないって言ってるんですよ。まあ、あの唯一負けるところは、まあ、建物の新しさですね。この町内って結構あの建物ボロいんで、でもそれ以外は何一つ負けないとね。まあ、治療費もまあ常識的、あとはまあさっきね小見先生が言ってくれたように、まあ、患者さんに対する気持ちも絶対負けないし、改善するね、そのまあ実績も負けないですね。で、まあ、スタッフ数も負けないですし、負けるもんが何一つもないですね。まだ言いたい？ちょっといいですか。はい、どうぞどうぞ。私は自衛官で仕事していて、やっぱりそのやりがいっていうのがそこまであの最終的にはこう見出せないで仕事してたんですね。なのであの仕事終わった後の時間を自分の趣味だったりとか、まあ、お金使ったりとか、結構そういうところにこう費やして、でこうなんていうんですかね、自分のこう欲求を満たすみたいなところで生活してたんですけど、最近は治療して患者さんが良くなったよ、眠れるようになったよ、もうびっくりするぐらい、え、なんであんな風になっちゃうの、良くなるの、手術しなくて済んだよって言ってくれたその一言がもう嬉しすぎて、でも帰り道、私で自転車で帰るんですけど、本当にこう涙出てくるんですよね。多分それが本気だからこそ夢にも出てきますし、なんか夢の中で治療しちゃったりとかもしちゃってるんですよ。まあ、それがあのいい意味で夢に出てくるんですけど、なんかそういう仕事にをできてるっていうところが本当に今嬉しくて、感謝してますっていうところと、はい、もっと、まあ、もっともっとですね、まだまだ未熟なので、自分もまず自分が健康であること、自分が健康じゃないと患者さん健康できないと思うんで、あのちょっとぐさぐさっときながら今聞いてたんですけどね、まあ、私もですね、しっかり自分の、まあ、心と体をね、健康にして、五味先生を見習ってですね、明日からも頑張っていきたいと思います。では本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。頼むで、お願いします。お願いします。